どうも、花です。今日はね、オープニングがないんですけども、いつも通り台所詰まりやっていきます。でね、今回のね、事前情報としてはね、半年から1年ぐらい前に、まあ、詰まりの業者さん入れて再度詰まったっていう現場さんですね。で、ちなみに築年数で言うとだいたい10年ぐらいっていうことですね。でね、水をバーッと流すと水位が上がってきて、水の引けもかなり悪いっていう感じですよね。最後にね、コポコポ音が鳴るかなと思ったんですけども、コポコポ音はなかったっていう感じです。念のためね、お椀を外した状態でも通水確認しておきましょう。お椀外した状態では普通に流れるっていう感じですね。台所下の状態を見ておきましょう。これね、実感タイプ最強ですよね。いいですね。でね、左側に何かありますね。これね、通気なんですよ。まあとりあえず通気は置いといて、コア洗浄をやっていきます。今回はね、水は結構流れるっていうのが分かってるので、一部五輪からスタートしていきます。通気管に関してはね、おそらくコア洗浄で漏ることはないとは思うんですけども、念のためね、漏らないような処置はしてあります。高圧洗浄をね、とりあえず入れてみての感想なんですけども、この台所の排水口からね、近いところでちょっとなんか引っかかるなっていう感じが少しするっていう感じですね。でね、案の定ワイヤー進めていくと、排水はね、逆流してこないので、詰まり自体はね、そこまでくどくないのかなっていう感想ですね。うん、ワイヤーもスルスル入ってってますね。2回目の高圧洗浄をやっていきます。水はね、そこまで逆流してこないのが分かったので、もう手前からゴリ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 綺麗にしていっちゃいますね。ただね、事前情報でね、半年とか1年ぐらい前に詰まりの業者入れてまた詰まったってなると、だいたい油ってどうなってるかっていうのが想像ついちゃいますよね。しかもね、あの台所下の通気管ってさ、多分新築当初につけることはないと思うんだよね。ってなるとね、前の業者さんがね、おそらくあの水の引けが悪いからここに通気管つけましょうみたいなことをやってると思うんだよね。結局ね、高圧洗浄は3回入れてます。で、通水確認をしてみましょう。今とりあえず高圧洗浄を、3回入れて、で、その後の流れをちょっと見ていただければとは思うんですけども、多少こうすぐ上がってきた感じなんですけども、特に問題なく流れてはくれてはいるんですけれども、あれ、去年ぐらいに一度高圧洗浄を入れてっていう感じです、はいはい、で1年ぐらいでまたこんな最初の上がってくるような感じ、ね、はい、であとちょっと見ていただきたいのが、この通常で流れるようになったので、はい、ここが通気口になってるので、ちょっとこれ外しちゃって、はい、で内視鏡入れていきますね。基本的にやって1年ぐらいで詰まるっていうのだとちょっと引っかかる部分があったので、はい、ちょっと念には念をで、あのカメラで見させていただきます、はい、ここがだいたいこっちを見ていただけると分かるんですけど、ね、入れたメーター数 で、はい、でここが管内の映像が流れていきますので、これ入れていきます、ね、でまあ管の中見なければ、あのまあ、ちゃんとさっき流れてたので、はい、あれで大丈夫ですねって言って、一応終わりにはなるような感じではあるんですけども、
まあ、その事前情報として1年ぐらいで再度詰まったみたいなことだったので、はい、ちょっと念押しで見てみると、やっぱいくらこう水が流れるといえど、これあの油なんですよ。ここが横幅が缶のサイズにぴったり、台所の排水が50なので、こっちが缶の下なんですけども、上にくっついてたやつが高圧洗浄で剥がれて、今真ん中でこうビタッて止まっちゃってる感じですね。なのでつっつけば多分落ちるとは思うんですけど、今この油の下を通ってる感じなんですよね。でここにももう一塊、ここに剥がれた油がいて、ただここが多分曲がりなので、このサイズがでかすぎちゃって、あの流れてかないんですよ。じゃあまたそれがこうちゃんと詰まる可能性もあるってことですか。そうです、油が残っちゃってるので、まあ、ちょっと今回は顕著なので、はい、持てば1年ぐらいで、またすぐ詰まっちゃうのかなっていうところではあるんですよね。徹底的に落とすってなると、やっぱこの辺も築何年ぐらいで、ここ今 10年ぐらいですよね、はい、でことは9年ぐらいは問題なく台所使えてて、で高圧洗浄入れて、でまた1年間隔で詰まってきたっていう感じなので、はい、その時にこれなんか作ってくれたんですよね。あ、やっぱそうですよね。なんか、はい、あんまり、あんまりっていうわけでもないんですけども、はい、まあ珍しいかなと思って。ですよね。なんかすごいいろいろ考えてちょっとやってくれた感じだった。まあ多分外にも同じ通気はついてたので。ちゃんと住まわれた当初から流れが悪いとかではなければ、数年でこう流れが悪くなってきたって感じるのであれば、やっぱ台所系統だったら油が一番多いのかなというところで、この辺も全部油ですね。これってそのなんか錠剤の入れるやつあるじゃないですか、あの館内洗浄みたいな、はいはいはい、そういうのをやったところで何もここまで硬くなっちゃうとちょっと厳しいかなっていうところではあるんですよね。すごい、なんかでっかいのが、これも油の塊ですね。白っぽいのがいるので、これもずっと続いてる感じですね。これ高圧洗浄入れて、で通水確認した感じだと水が上がってくる素振りは一切なかったんですけども、そんな状況下でもこんだけ油がいったりはするので、こうやって残っちゃうと、やっぱ1年とかで詰まったりとか、うまくすればずっと詰まんないでいけたりはするんですけども、早ければ、翌日とか、その油の剥がれ方とかにもよるので、一概にはもう本当何とも言えない部分ではあるんですけども、ただもう顕著に詰まってるのはこの先5メートルぐらいまでは入れて、そこまであと汚れてはないので、この辺とかも全部油がいた後ですね、高圧洗浄剥がれてるので、あとちょっとその辺のぐるぐる回る機械入れるので、はい、もうちょっと綺麗になるってことですか。そうですね、もうこの辺まで落ちてれば正直そこまで影響はないんですけども、まあやっぱさっきの1メートルでかいやつ、はい、あれがそうです、1m20 ぐらいのとこにいるまでのやつが一番、じゃあそれが原因だったんだ。そうですね、流れが悪かったのは、あとここですね、これが最初見たやつで、ある程度は流れちゃったとは思うんですけども、やっぱこうやって大きく剥がれちゃったやつとか、油の硬さがすごい硬いやつとかは3回入れたぐらいだとまだ落ちなかったりとか、ただこれを今から剥がすような作業をやりますので、今のは剥がしてくれるんですか。まだ剥がれる、これから、はい、全然、いやもちろんもちろんこの状態で帰るわけにはいかないので、はい、やらせていただきます。こっからはね、根気勝負な仕事になりますね。まずはフレックスシャフトを入れていきます。次に内視鏡を入れていきますね。
もうフレックスシャフトといったらね、内視鏡とセットで使うのがセオリーかなーっていうところですね。いましたね、このデカブツ。この油がどれくらいで砕けてくれるか。おお、結構簡単に砕けてくれましたね。このね、しょっぱなの油が何回転ぐらいで崩れるかっていうのが、この先の作業時間の命運を分けるっていうかね、本当に何十回転当てても砕けないような油ですと、もうめちゃめちゃ時間かかるのは覚悟しなきゃいけないっていう感じなんですよね。今回はね、ほんの数回転でボロボロボロってなってくれたので、この時点でだいぶ気は楽になったかなっていうところです。あとはね、本当にこうやって画面見ながら手を動かして、地道に地道に油を落としていく作業になりますね。でね、油を落としたからといって曲がりを曲がれるとは限らないので、こうやってちょっとずつちょっとずつ外に追いやっていくっていう感じです。まだね、今回は台所の排水口から 1. 何メートルぐらいまでに、数十センチぐらいの油の塊だったので、だいぶ気は楽なんですけど、これが3メートル、4メートル、5メートルとかっていう感じで油がいると、まあ大変です。本当に大変です。翌日筋肉痛になるぐらい大変なんですよね。まあ逆を言えばね、そういった現場を経験してるから、あ、このぐらいの油だったらへっちゃらだなって思えてるっていう部分では、まあそういった大変な現場も結構自分のためになってるんだなってプラスに考えてますね。まあね、本音を言えば大変な現場は本当に逃げ出したくなるんですよ本音を言えばね。この辺の油がね、ちょっと硬いかなーってところですよね。ぐる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 って当ててはいるけど、そこまでね、こうがっつり落ちる感じではないですよね。こうやってかけらがポロ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 落ちるんですけど、ちょっとじれったいですけど、もうこうやって地道に落とすしかないんですよね。だいぶいい感じに落ちてきてくれてますね。あともうちょっとですね。あとはここさえ落としちゃえばってところです。でね、大きく剥がれた油が今水をせき止めてる感じです。今水の勢いでかけらがポロポロっと奥に流れましたね。あとはフレックスシャフトで奥に押し込んじゃいます。そうするとこうやって水位が減ってきましたね。これね、自分でも初めて見るんですけど、フレックスシャフトと内視鏡を使ってる時を俯瞰で見た動画ですね。こうやって見ると配管のところはもう一切見ないで、ワイヤーだけ操って目は内視鏡の画面から目を離さないって感じですね。今回ね、なんやかんや通気管があって、すごい作業的には楽にできましたね。これでなんか目処ついた感じですね。水を流して内視鏡を今回収しているところです。次はフレックスシャフトの回収ですね。で、インパクトを外してあげて、この最後の高圧洗浄は本当薄い油がいるのは確認できているので、仕上げの高圧洗浄ですね。
洗浄の音も心なしかだいぶ響いてよく聞こえてますよね。ようやく終わったのでお客様と館内を確認していきます。入れていきますね。これが今お2階の台所なんで、これが1階の天井の排水管のところになりますね。でこれがここにデデンと最初いたのがあって、でそれが今なくなって、で落としただけですとまたこの先に詰まったりするので、それもちゃんと押し流してるかどうかのご確認ができればというところですね。で大体 1.2 メートルぐらいまでのところがこうかなり油がいたような感じだったので、それは除去できて、あとちょっとこの辺もなんか白っぽい跡があったところなんですけども、まあ、その辺も落ちててところで、勾配が悪いと缶の底、そこは多分こっちかな、この辺りだと思うんですけども、溜まってる素振りは全然見当たらないので、すごく顕著に勾配、あ、そうですね、こっち側ですね、勾配が悪かったりするとこう水が溜まっちゃうので、そういったのがそこまで顕著に見受けられないので、配管自体はまあ問題ないかなというところですね。で5メートルぐらいまでしか入らなかったんですけども、あ、この辺にちょっと油の塊がいるので、この辺は外から回収してきて、あ、ただここぐらいなので、またちょっとこのワイヤー入れて外に押し込んで、で外から高圧洗浄でかき出してくるような感じにしておきますので、とりあえずここまで綺麗になっていれば大丈夫かなというところなので、この油も剥がれちゃってるやつなので、あとちょっとですね押し込んであげればってところですね。ちょっと引き続きやっていきますけども、もうほぼほぼ終わりましたので、ここが終わり次第洗面所とかそちらの方やっていきます。最後ね、一応また高圧洗浄入れて残ってた油除去してます。さあ、通水確認です。これで終わりです。すいません、お客様、はい、一応これで全部終わりましたので、そうですか、一応また見ていただいてよろしいですかね。水回り全部高圧洗浄をかけて、で台所の流れ具合で手が上がってきたのが、カメラで中見てますので、はい、これだけ綺麗になっていれば、またしばらく普通にやったればと思います。はい、あとやっぱ予防としてはこの状態で綺麗になってる状態で、あとはサメで流すとかをしていただければ詰まるまでの時間が長くなります。そうですね、お鍋いっぱい程度でもいいですし、あとはなんかこの辺にこうなんか蓋してあげて、でシンクに水をためてあげてから、そばで流してしていただけると、水の勢いでこう蓋の中で洗えるので、時々そういう感じの水を、そうです、そうです、流していただけると、まあできれば毎晩とか毎日できればいいかなというところでは。最後これ缶の中にいた油が最後回収できたのはこれだけだったんですけども、カメラで見てた油が全部これ、ああ汚い綺麗なものではないので、もう柔らかい、ちょっと硬めで、まあ硬いですね、多分1年前からいるようなやつなので、へえ、ね、さっき、ね、映ってたやつでも牡蠣みたいなのそうですね、このなんかボコボコしてる感じが、ね、で白っぽくてっていう感じなので、これがずっと一定なんで、見れる限りだと多分30センチぐらいこうずっとくっついてたのかなってところで、どうでした、そうですね、まあこのぐらいあればそんなに距離が長く油がいたわけではなかったので、まだ通常ぐらいですかね。かかるやつですと本当5時間6時間やってやっとったみたいな感じがあったりはするので、
一通り取れたので良かったなという感じです。ありがとうございました。